ヒロとマーシーの靴といえばドクターマーチンであり、昔から偉大なロックミュージシャンが多く愛用してきたため、まさにロックの象徴とも言える靴。桜が鈴木聡です。今回は河本ひろとのファッションを全身解説と題しまして、ひろとのファッションについてかなりマニアックに説明していきます。基本的に同じものを手に入れるとなると廃盤になっているものも多く、中古で手に入れるしか方法がないものも、しかし中には今でも簡単に手に入るものもありますので、手に入りやすく、値段が手頃なものを集めて、ひろとのファッションに近づいてみてください。あと動画内で説明するお店の公式ホームページやネットショップへのリンクは動画説明欄に貼ってますので、ぜひ覗いてみてください。では早速本題に入っていきます。最初は帽子。マッシュとは違い帽子をかぶってる印象は少ないですが、雑誌のインタビューなどの際によくかぶっており、結構な数の帽子を所有してるはずです。詳細は未確認ですが、可能な限り集めた情報で羅列すると、こんな感じ。ざっと読み上げますと、黒ハンチング、黒レーザーハンチング、白キャスケット、黒ハット、青ベースボールキャップ、赤キャップ、緑ニット帽、灰色ニット帽、黒ニット帽、白黒ニット帽、水泳帽みたいなもの、グリフトのハンチング、グリフトのヒョウ柄ハンチングといった内容です。メーカーもほぼ不明で、実際に被っているかも昔の雑誌とかを探していかないと確認するのもなかなか難しいんですけども、唯一はっきりしているのがグリフトというメーカーのハンチング帽。グリフトは帽子に限らずヒロトがファッション全般で愛用しているメーカーで、ネットショップもあります。ただ高級メーカーなので簡単に買えるものではないという前提はありますが、昔からの愛用品は廃盤になっているものの大半のため、どうしても同じものが欲しいという方は昔の雑誌を見て、さらにそこから中古で探してみてください。お次は革ジャン。革ジャンは大きく分けると、ショットを代表とするアメリカ系、ルイスレザーを代表とするイギリス系に分けられ、細かい違いの説明を省きますが、ヒロトはどちらのタイプも所有しています。実際にヒロトが所有しているのがこちら、ショットダブルライダース618、ショットダブルライダース118、ルイスレザーライトニング、ライトニング391、ヒステリックグラマーグリフト。サイズに関しては諸説ありまして、昔から着ているショットがサイズ32、レッチリのバッチ付きの618がサイズ36という情報があり、はっきりしない部分も多いですが、少なくともショットとルイスレザーを着ているのは確かです。買えるお店についてはこの辺になります。渋谷のロール、上野の博来堂、原宿の666、アメリカ屋。ショットのアメリカ屋別注モデルが細くてヒロトっぽくておすすめという情報もあったりしますので、参考までに。博来堂666アメリカ屋についてはネットショップもあるので地方の方でも買いますが、革ジャンのような高い買い物をネットでするのは極力おすすめしません。万が一サイズが合わない、思ってたのと違うとなったら大変だからという理由ですね。地方の方は東京に遊びに行った際に実店舗で満足いくまで選んだ方が間違いないでしょう。そして T シャツ。 T シャツに関しては特に膨大な数を持っているでしょうから、全てを把握するのはまず困難。主だったところを一覧にすると、こんな感じになります。ざっと読み上げますと、ラモンズ、ピストルズ、ACDC、キッス、ライトニー、ホップキンス、ビートルズ、ストーンズ、クイーン、いろいろです。あと、レーベルやライブハウス関係だと CBGB とかですね。買えるお店についてですが、お茶の水ファンタイム、国分寺超山田堂で、全く同じ T シャツを扱っています。次は T シャツ以外のトップス。アーミーシャツなどの軍隊系の服もよく着てますが、代表的なのはグリフトの M65。それ以外の米軍放出品の本物の軍隊服は東京アメ横あたりのお店にワンサク売っていまして、代表的なお店が中田商店など、ネットショップもありますのでぜひ覗いてみてください。靴に関しては種類ごとに分けて紹介していきます。最初がドクターマーチン。ヒロとマーシーの靴といえばドクターマーチンであり、昔から偉大なロックミュージシャンが多く愛用してきたため、まさにロックの象徴ともいえる靴。ヒロトが愛用しているドクターマーチンはダブルソール、すなわち二重底のテンホールモデル 8267Z のブラック。残念ながらこのモデルは廃盤となっており、中古で手に入れるしかありません。しかしとんでもない高値で取引されているので、個人的にはそこまでして中古と同じものを手に入れるよりも新しいドクターマーチンを買った方がいいと感じます。画像をお見せすると、ヒロトが履いているのはこちらの色違い。ドクターマーチンは高級ブーツで、きちんとメンテナンスしていれば一生使えるものですので、革ジャン同様ネットではなく実店舗で買うことをお勧めします。ドクターマーチンは偽物も多く出回っているので、公式ショップまたは正規販売代理店で買った方がいいです。また店舗も全国各地にありますので、ぜひお住まいの近くにないか調べてみてください。
次はライブで頻繁に履いてるのを見かけるコンバース。おそらくかなりの種類のコンバースを所有していると考えられますが、確認できたものを紹介していきます。コンバース、ジャックパーセル赤レザー、コンバースオールスターハイカット黒レザー、コンバースオールスター白。コンバースに関してはどこのお店でも売ってますし、同じものも手に入りやすく値段も手頃。ヒルトと同じ靴が欲しい方はコンバースがかなりお手頃でおすすめです。最後はイギリスの老舗靴メーカー、ジョージコックス。ラバーソールという商品が有名で、ヒロトが愛用しているのもこちら。詳細は不明ですが、ラバーソールの黒×黒を履いているという情報が。5万円近くとドクターマーチンよりも高級で、なかなか手の出せる代物ではないですが、ぜひオンラインショップを見てみるだけでもどうぞ。次はジーパン。ヒロトはジーパンが好きでいろいろなものを履いており、雑誌のインタビューで2桁の数を持っているとの発言もありました。確認できたジーパンは次の通り。グリフトのヒロトモデル、リーバイスの606、ラウンジリザード、ハリウッドランチマーケット。グリフト、ラウンジリザードともに高級メーカーで、なかなか手の出せない代物なんで、手頃なリーバイスなのがおすすめです。リーバイスならば基本どこにでも売ってますが、ネットショップもあったりするので、そちらを覗いてみるのもいいでしょう。次は時計ですが、こちらは G-SHOCK の DW8300 を愛用しています。残念ながらこちらも廃盤となっており、中古で手に入れるしか方法がなく、ヤフオクやメーカリーで探すしかないですが、 G-SHOCK はまたかなり偽物も多いので、くれぐれも気をつけてもらいたいです。最後は小物で、ヒロト愛用のウォレットチェーン、ベルト、リングを紹介。具体的にはこちらですが、マーズのウォレットチェーン、ウルフズヘッドのスタッツベルト、グリフトマーズの義眼リング。小物に至っても高いものばかりで気軽に買えないですが、まあ、こちらも参考までに。はい、ということでかなりボリューミーになりましたが、ヒロトのファッションについてまとめてきました。誰しも同じものが欲しいと一度は思うことでしょうけども、日本を代表するロックミュージシャンだけあり、身につけるものはかなりお高いものばかり。とはいえ、コンバースやリーバイスなど手頃なものも使用してたりしますので、ぜひ気軽に買いやすいものなどを集めていくだけで、まあ、少しでもヒロトのファッションに近づけるのではないでしょうか。あと、こんなことを言うと元も子もないですが、類似品を手に入れるだけでもかなりそれっぽく見えるっていう部分もあったりすると思うので、ぜひ皆さん各々試行錯誤して研究し、ヒロトのファッションに近づいてみたらどうでしょうか。はい、ということで今回の動画の内容は以上です。今後もこんな感じで音楽の話題を中心にいろいろと動画を作っていきますので、ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いします。あと、自分自身音楽活動もやってまして、こちらに表示されているオフィシャルミュージックチャンネルの方に楽曲をいろいろとアップしてますので、少しでも興味を持っていただけた方は聴いてみていただけると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。鈴木聡でした。さようなら。